PEGI 12.皆さんこんにちは、ドクターロートレックと忘却の騎士団の、担当プロデューサーあとディレクターもやってます、岡村則明と申します。と2人、今回、ゲームの中心になるキャラクターがいます。1人がですね、タイトルの通りドクターロートレックですね。ロートレック博士、そうですね、性格的にはですね結構不吉祥な、とりあえず口は悪いんですね、あんまり口が良くない、皮肉屋だし一言多いし、その博士のですね、優しさみたいなことを、なんとなく知ってて、付き従っているのが、助手の、ソフィーという女の子と。今回、キャラクターデザインを竹浪秀樹さんという、方、有名なものではぷよぷよフィーバーキャラクターデザインとかをされていた方なんですが、方にお願いをいたしました。冒険者仲間の人たちであるとか、あと、今回の敵であるところの人たち、今回お話を持ってきたマリンという女の子が、大きな謎を持ってくるんですね。ちっちゃい頃から好きでした、宝島の話とかですね、そういったものが、全ての僕のインスピレーションの元になっているんじゃないですかね。そうやって、パリの街をうろうろといろんな人たちに話を聞きながら、まずその場所を特定するというのが、一つ目の顔ですね。パリをうろうろ探索する顔というのがあります。で、そこで、無事場所が見つかるとですね、そこから地下ダンジョンに入っていくことになります。で、その人たちの目をかいくぐりながらですね、洞窟を進んでいくというようなゲーム性ですね。洞窟をうろうろする、アドベンチャー、冒険するという遊び、これも、一つの大きな顔になっています。その冒険を進めていく中でですね、いろいろこのパズルを解かないと先に進めないところっていうのが、What a curious little gadget you have. これはもう数いっぱいあります。全部でゲームの中でも250問以上、パズルの問題というのが仕組まれてます。あと最後が、じゃあ実際に宝物を見つけましたとでなったらですね、これが、ただ単に宝物の箱を開ければ OK というものではなくてですね、ガーンとなんかその生きている宝なのでですね、精霊が、宿ってるんですね。でそいつがモンスターみたいな形でですね、近寄ると襲ってくるんですよ。でこのモンスターを何とかして、手なずけでですね、自分のものにして、したいと、自分のお宝にしたいというふうな、招福戦闘というのがあります。